皆さんこんにちは。トルコ在住の野中郁美です。今日私はトルコ国会地方のカスタモヌ県に来ています。今いるところはカスタモヌ県の中でも内陸部になるんですけれども、国会沿いのイネボルなどからだいたい100キロぐらい、内陸に入ります。ですからね、国会沿いといってもここから海が見えるわけではないのですが、カスタモヌ県自体は国会地方に属し、国会にも、接している県です。カスタモヌ県の魅力というのは何といってももう本当に豊かな自然です。人口も少ないんですけれども、その分あまりこう変わらず都市化されずに今まで来ています。そしてその伝統文化とかね、その伝統的な食べ物なども未だにまだ残っている地域でもあります。そのカスタモヌの魅力をご紹介していきたいと思います。カスタモヌのランドマークといえば、町の南西にある岩山にそびえ立つカスタモヌ城です。12世紀の小宗の総長統括時に建設された要塞です。城の大きさは南北に約155メートル、幅は30から50メートル、町から120メートルの高さにあります。ここに登ればカスタモヌの町が一望できます。15の城壁塔と隠し通路が存在します。その一つは見張り台にあり、外門への通路となっています。カスタモヌ城を降りるとオスマン様式の建物が並ぶアタベー通りに出ます。この辺りの建物はコナックと呼ばれるお屋敷跡で、様々な公共事業の拠点やホテルなどとして利用されています。この大きな建物はシェイフォールコナー、約200年前に建てられた巨大なお屋敷です。アタベー通りに面した階段を上がるとアタベイ・ガージ・ジャーミーがあります。アタベイ・ムザフェル・ヤウラック・アルスランによって13世紀後半の1273年に建てられました。カスタモヌ市内の最も古いモスクです。壁は切石や砕石で作られています。内部には入り口からミフラーブまで40本の柱があり、クルク・ディレクリ・ジャーミー、40の柱のモスクとも呼ばれているそうです。町の中心にある大広場に戻りましょう。ここには高さ12メートルの巨大な記念像が建てられています。先頭を歩く銃を背負った女性の後に2頭の水牛に引かれた荷車には大砲の弾が積まれています。これはシェリフバジュの像。第一次世界大戦後のトルコ独立戦争下、戦地へ行った男たちに代わって老人や女性たちまでもが国会沿いのイネボルからカスタモヌ経由でアンカラに武器を運んだそうです。その時に吹雪のカスタモヌの山中で荷台に積んだ銃弾を寒さから守って亡くなっていたのがシェリフバジュでした。その逸話から彼女は独立戦争で活躍した女性たちのシンボルとなったのです。広場の正面に立つ大きな建物は現在県庁として使用されています。もともとこの場所には1833年に建設された木造の建物がありましたが、1902年に建築家ベダット・テクの設計により現在の建物が新たに建てられました。県庁の正面から左側には県都ターリヒ・ミュゼシの入り口があります。歴史博物館です。カスタモヌの恐竜時代から
近代までの歴史を物語る写真や書物などが収蔵されています。広場の前を南北に流れるカラチョマック川、町を東西に分断しています。分断された町をつないでいるのがタリヒ・ナスーラ・キョプルスです。橋の中央にある2本の石の柱はサダカタシュと呼ばれるもので、かつてお金に困っている人がここに来て、お金に余裕がある人が置いていった金貨を手にすることができるようにと設置されたそうです。16世紀に建てられたこの石橋は本来長さ40メートルあり、橋脚は4本ありましたが、改修工事の際に現在の途中で切り取られたような形に変わり、シンメトリーでないことから市民の間では背中の曲がったという意味でカンブル・キョプルと呼ばれています。川底は浅く、鳥たちの水飲み場にもなっています。橋を渡った町の東側には出窓のあるオスマン様式の建物が数多く見られます。変わった形のものもあり、建物を見て歩くだけでも楽しい地区です。その一角にあるサライジャーミー、1575年スレイマン大帝の時代に建てられた歴史的モスクです。小さなドーム型のクッペと一本のミナーレットから構成されています。ミナーレットは木製で遠目からも目を引きます。カスタモヌは伝統手工芸に関しても素晴らしいものがあります。まずは木版バスク、トルコのブロックプリントです。トカットの色版を重ねるエルバンバスクに対して、カスタモヌは黒一色で完結させるカラカレムのバスクです。版木もそれに適した形でデザインされています。現在カスタモヌにはバスクの担い手として活躍する女性たちがいて、その技術は着々と受け継がれているのです。カスタモヌのバスクと合わせて発展してきたのがトゥルナックバーウと呼ばれる枕目の一種に分類される結び目による装飾技術です。バスクで作られたテーブルクロスやカーテンなどの縁につけられます。コットン製の白糸を使い、爪でチッと鳴らして締めていくことから、トゥルナック、つまり爪、バー、結びという名がついています。文様には種類と意味が込められています。カスタモヌ特有の伝統工芸の一つです。そしてカスタモヌといえばイーネオヤ、カスタモヌ中心地都市やタシュキョプルなどで嫁入りの慣習とともに現在も作り続けられています。それぞれの地方ごとになくてはならない親のモチーフがあり、クローブ、ナスの実、スミレなどがあります。カスタモヌにはこのイーネオヤをはじめとしたレース専門の博物館があります。トルコ各地の古いレースが分類展示されています。トゥルナックバーウのモチーフも見ることができます。ここに収蔵されているものはアンカラガージ大学のトムリス・ヤルチュンカヤ助教授が寄贈したものです。レース博物館があるのはミマル・ベダット・テク・キュルトゥル・ベ・サナット・メルケジ。ここには他に帽子博物館、共和国博物館、人形博物館、ギャラリーなどがあります。ギャラリーを訪れると木版バスクの作家ベリエ・マルトさんの個展が開催中でした。カスタモヌ出身のベリエさんは古いカスタモヌのバスクの再現をしていました。女性が頭からかぶる布は
モチーフによりどこの村の出身か分かったのだそうです。ここから近い場所に歴史を遡ること2700年、紀元前7世紀初頭から1世紀にかけて作られた墳墓跡があります。エフカやメザルラルと呼ばれています。フリギア文化の影響を受けた構造で3つの入り口があり、それぞれに部屋が1つずつあり、合計8つの墓が見られます。再び町の中央部に戻ります。カスタモノで最も賑やかな場所の一つ、ナスルラフ広場です。この広場に立つのはナスルラフジャーミー。1506年にカドゥ・ナスルラフによって建てられたモスクです。モスクの前にシャドルバンと呼ばれる水場があります。お祈りの前に手足を洗浄する場であり、市民が喉を潤す水飲み場でもあります。この水場にはある言い伝えがあります。ここの水を飲むと再びカスタモノに戻ってきたくなる。私はここの水を飲んでいませんが、何度もここへ戻ってきています。ジャーミーの裏手にあるのがミュニレ・メドレス・エリサナットラル・チャルス。小さなお店が立ち並び、木版バスク、トゥルナック・バウ、木工、イーネオヤなどの手仕事や様々なお土産物が売られています。そして広場周辺のお土産物屋さんの店頭に山積みされているのがニンニクです。ニンニクといえばカスタモノのタシュキョプルが有名です。大きさなどにより価格が異なりますが、香りも味も格別だそうです。パストゥルマも忘れてはいけません。パストゥルマは牛肉を香辛料と塩で乾燥させた食べ物で、包丁で薄切りしてそのままいただいたり、卵と合わせて調理します。小さなお店の前に何やら行列ができていました。シミットを買う行列でした。カスタモノのシミットはケルシミットと言われ、ごまがついていません。郷土料理であるシミット・トゥリドゥにも使われます。シミット・トゥリドゥは小さく切ったシミットの上にヨーグルトと牛ひき肉を乗せ、牛骨スープをかけた料理。カスタモノには他にユフカの上に鶏肉、くるみ、溶かしバターをかけたバンドルマというものがあります。エキシレピラウはひき割り小麦と西洋パセリ、ディル、イラクサ、マロウ、ブドウの葉などの香草とヨーグルトやトマトの発酵食品であるサルチャで作ったリゾット風です。皆さんいかがでしたでしょうか。今日はここまでです。よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ではまた次回お会いする時まで、さようなら。